滑走性の良いライン取り、前半部に丸を描いて後半部はできるだけストレスのないライン取り、このライン取りを作っていこうとすることによって運動形態が少し変わってきています。従来はこう外スキーが進展要素で押し返してあげることによって結構内傾を強めて遠心力の中に入る動きが強かったかと思います。そうするとターンの後半に丸みがたくさん出てしまってエッチングが長くなってしまい荷重が長くなるというのがミスケースになるものになります。前半部でコントロールして後半部でストレスが少なく、いかに前半部で体とスキーの位置関係が離れずに急斜面に絡む1個手前ぐらいですね、ここからセンターポジション、あとは内旋外旋の要素で落ちながらカーブをしていくと、この後半に推進性が生まれてきます。斜面に立つとこういう高低差があります。重力方向は斜面でも平面でもこのような形で一緒なので、まずは立ちやすいアングルとしてはこの重力方向に対して立っていきます。で結果的にこう立つと、私の場合だとこの左足の方が長くなって右足が短くなっていきます。で股関節伸展要素が出てくると、どうしても体は内側に倒れやすくなってきます。体とスキーの距離感、圧変動に対しての関節の動きがスムーズに出るためには、やはりこのような形で長さを調節していくんですけども、漠然と屈曲要素を使うと後ろに下がりやすくなってきます。内旋、外足の方ですね、こちら外旋、この動きを使うことによって若干ちょっとこう内向きに向いてるような感じにはなるんですけども、これで外スキーの面に立ちやすくなってきます。このままですと外股関節は伸びてしまいがちなので、できるだけ内旋と外旋、ヒップヒンジといってお尻をちょっとこう尖るように使いながら股関節を動かしていきます。この状態でスキー進行方向へ骨盤をちょっとこういうふうに使うことによって可動付けを強めていく、内旋外旋をすることによって可動付けが強まっていく。従来どうしてもこういうふうに膝を内側に倒すような運動が多かったと思うんですけども、この内旋と外旋の動きを使って推進、たわみ、回転弧のコントロールができます。抵抗を受けようとした時に、やはりこういう肩プルークですね、横方向へ押し出そうとする動きはすごく抵抗を感じやすいです。ただし先ほど言ったように股関節が伸びやすく、スキーに対して適切なポジショニングが取れません。
可能な限りこの重力方向へ立っていた内旋と外旋のポジションの中でスキーを縦方向に使いやすくすること、そこの中でこういう内旋的な動きでピボット運動、結果的にスキットはターンの前半にオーバーラン、遠心力、カーブから溢れ出るような動きによって削り取られるような動き、決してその慣性を使わずに足元だけでスキットをするとどうしても体とスキーの位置関係が狂いやすくなります。イメージとしては縦に使っている中でできるだけ前半にコントロールできるようにすること、そこをちょっとイメージとして持っていただけるといいのかなと思います。